こんにちは。アマゾン市サポーター、堀秀です。7月の11日、12日、まあ、アマゾンのプライムデーだったわけなんですけど、その2日間の売り上げね、過去最高だったようです。プライムデーの売り上げは過去最高。オーストラリアの人口も増えています。プライムデーの2日間は、普段の3倍の売り上げだったという報告をいただいています。次は、 ホリデーセールを目指して商品探しを続けましょう。また売上私はこれだけアップしました。ね、そんな報告。あるいはね、もしかしたら売上があんま伸びませんでしたというような相談なんかもお待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。